こんにちは、ゴーストネクロです。デッキを見る場合配置時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということで空気すぎるゴーストネクロですが、まだアギル君と比べれば最強に見えるレベルでパワーがあります。一応新カードにゴーストを出すカードも来ていますし、番士の否定者がマスカレードゴーストをサーチできるカードになっています。最初からマスカレードゴーストをキープしておけば問題ない。そんな感じもあったりはするんですけど、そんな感じじゃない場合もあるので番士の否定者は役立ちます。ネクロマンス酔いを消費してラスは持ちをサーチしてくれるカードになっているので、ケルベロスと違って最速で出しやすい効果になっています。確定サーチにしていないので、確実に引っ張れるというわけではないんですけどね。今あるカードプールだとどうしても難しい感じがあります。抜けたカードが霊魂の統率じゃなければできたかもしれません。なので中堅と幽霊戦。この2枚はサーチの枠組みに入ってしまっています。どっちも引ければそこそこ強いですし、気にならないといえば気になりません。極論素で引けばいいんです。それで全部解決です。多分ね、あとは復讐バンプ対面で有利なのかな？最近少しずつ数を減らしつつある復讐バンプですが、ルシウス先生が一人でかなりの打点を出してくれるので、もうルシウス先生だけで勝てるんじゃないか？そんな気がしていますね。ゴーストネクロが暴れていた時もそんな感じでしたよね。ルシウス先生がいるからバンプが息をしていない。確かそんな環境だった気がします。その時より火力は落ちている可能性がありますけど、先行ならそのまま勝ちだと思ってます。ゴーストネクロの先行火力は目を見張るものがありますからね。ゴーストバニッシュが通用するならなんとかなります。バンプには通用しない恐れがありますけどね。ただ狂乱はほぼ空気で、アグロバンプであれば使う必要もなさそうですし、なんだかんだ通用する気がします。環境トップのパワーがあるとは言いませんけど、ランク魔のアグロ対面を想定した場合、ゴーストネクロはかなりいい立ち位置なんじゃないかなって思いますね。ブレティナの3点 AOE も防げましたし、そこまで不利を感じませんでした。ただこれでランク魔のミッションを消化するのか？そう考えた時に候補から外れるという不思議。普通に強いんですけどね。普通に強いという部分がダメなのかもしれません。ジャンルとか普通じゃないですもんね。謎が一つ解けた気がします。そんなこんなで対戦も終盤戦です。この時点でジャンヌは起動しないと思っていたので、リーサルを模索しているといった状況です。無視して盤面を作られたとしても、魂の具現化の必殺で全処理もありますし、あとは打点を与えていくだけですね。最悪番士の否定者を融合変身で出せますし、サムネに使えそうなカードが増えると助かるな。それくらいの緩い気持ちで対戦してました。浄化の霊像がいなければもう終わってたかもとか、先行なら番士の否定者を使うことがなかったかもとか、他にも色々と考えてはいましたけど、対戦とはあまり関係がありません。大体シャドバ中は他のことを考えてますね。最近だとリバース1999がどうなんだとか、プロツアーの使用クラスが偏りすぎてナーフ入るんじゃないかとか、もう諦めて自分でリーグを開催しようかなとか、いろいろと考えてます。目標と言ってもいいかもしれません。チャンネル登録者数の目標って1000人が目安だったりするんですけど、次の目標って10万人なんですよね。予定では100年後に達成する予定なので、その間の目標がチューブラリンだったんです。なのでリーグはいい目標になるかもしれません。その前にメンバー集めからですけどね。最近ディスコードでシャドバ用のサーバーを作ったので、参加者募集中です。細かいことは決めてませんけど、気になったら X に固定してあるので見てみてください。気にならなくても募集はやめません。今回募集して気がついたんですけど、尺を埋めるのに最適でした。最近のシャドバは長すぎるので、ちょっと喋ることがなくなった時に使えそうです。セルフ広告みたいなものですね。ということでリーサルです。これは奇跡を起こす旅路。素晴らしい腕前です。まだやれる。ということでゴーストネクロでした。番士を使わないとただアグロして勝つだけなので、ほぼいつも通りって感じですね。
曹操とどっちがいいのかはわかりませんけど、ゴーストネクロで勝てる日はあると思います。負けそうになったら仮面を外して勝ってください。アニシャドパワーを気合で実現するんです。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。